なんだよしおり。ほらこっちこっち、早く来てコウちゃん。わかった、わかったから引っ張るなよ。じゃーん。あ、何これ。コウちゃんと私、コウちゃんが王子様で私がお姫様なの。上手でしょ。ああ、何書いてんだか。まったくしおりは子供だよな。びっくりした。なんだよ今の揺れ。おい、しおり、一体どこ見て。なんだ、どうして空が赤く。こうちゃん、怖い。あの日の、久しぶりだぜ。くそ、あの夜以来か。こうちゃん起きてる？早く行かないと遅刻するよ。ってもうこんな時間かよ。おはよう、こうちゃん。またお寝坊さん？悪い、寝過ごした。もう、また昨日も夜更かししてたんでしょう。バイトや部活もいいけど、ちゃんと睡眠は。どうしたの？なんか顔色悪いよ。いや、ちょっと夢見が悪くてな。10年か。うん、もうすっかり元通りだよね。あんなこと二度と起きないといいけど。だな。こうちゃん、お父さん。おはようっす、おじさん。今から仕事っすか？あ、いけない。行ってくるっす。
さあどんどん行くぞ。次時坂と伊吹。勝負をつける時が来たみてえだな。こう剣道部で鍛えた根性今こそ見せてやんよ。剣道は関係ねえだろ。つうかお前そもそも部活をサボってばかりじゃねえか。頑張ってね二人とも。よーい始め。負けた。やれやれ、つい熱くなっちまったぜ。もう一回だ、もう一回。二人ともなかなか悪くないタイムだ。よし、次。お疲れ様、二人とも。あー疲れた。もう何巡目だっての。もうへばったのか。リオンのクラスと合同だって張り切ってたくせによ。ああ張り切ってたさ。やつが来なければな。男子はまだクロールの基本がなってないみたいだな。今から手本を見せるぞ。よく見ていてくれ。やれやれ、アスリート顔負けだな。語学堪能な上に運動神経抜群ってなんだよ。二物も三物も与えすぎだろう。デン。でも五郎先生がこんなにスパルタだったなんて。サキ先生の方がまだ優しかったかもね。確か今日は用事があって代わりに引き受けたんだっけか。つうかなんでトワネーまで名乗り出てんだっての。確かサキ先生の後輩に当たるんだったっけ。くっ、俺もトワちゃんの授業を受けたかったぜ。いやしかしリオンやヒイラギさんの水着姿は言うに及ばず、しおりちゃんも結構グラマーだよな。それに比べて俺の幼馴染は、まあトワちゃんはあれでいいとして。こーら凝視してんじゃね。お、いぶき元気が有り余ってるみたいだな。よし、だったら次は先生と一勝負行くか。え、あ、ちょ、ま、だ、助けてくれ。あはは、行ってらっしゃい。ま、骨は拾ってやるぜ。
さすがに買いかぶりすぎよ。さすがヒイレギさんだな。うん、あれは反則よね。私以上に注目を集めるとはなかなか侮れないわ。久我山さん。リオンでいいって。温泉の時に会った倉敷しおりさんだよね。私もしおりでいいよ。そうそう、この間の記念ライブテレビで見させてもらったよ。特に最後のウィッシュウィングは本当に感動しちゃった。ありがとう、そう言ってくれると嬉しいな。まあ私たちだけの力で実現できたわけじゃないけどね。いろいろな人に助けてもらって実現できた最高のステージ、感謝してもしきれないわ。あ、それってもしかしてこうちゃん、時坂くんにも関係ある？なんでわかるの？昔からそうだから。困ってる人がいたらいても立ってもいられなくて無茶ばっかりしちゃって。でも最近は一人で抱え込まなくなったみたい。ヒイラギさんと部活のみんなのおかげかな。それに多分リオンちゃんも。まったく、こんな幼馴染がいるとかどれだけ勝ち組なのよ。どうかした？なんでもない。しおりって呼んでいいかな？よかったら後でニア登録しない？あ、うん、喜んで、リオンちゃん。リオンちゃんももう大丈夫そうだね。あれから後遺症も現れていないみたいだし。それでどうするの？はい、時坂くんや美月さんとも相談したんですが、やはり彼女にも参加してもらおうかと。では今日の XRC の活動を始めましょう。まずは改めて新入部員を紹介させてもらうわね。2年生の久我山リオンです。スピカっていうグループのメンバーやってます。今度発売する新曲もよろしく。知ってるっつの、真面目にやれ真面目に。やれやれ、話は聞いたけどアイドルとか入れて平気なの？彼女のたっての希望でもありますから。あの天使の力は今も彼女の中に残っています。また力が暴走する可能性もゼロではありません。そうそう、だから今のうちにコントロールできるようになりたいの。君たちと一緒に戦うことでね。ネメシスとゾディアック両本部の許可も下りているわ。戦力増強と経過観察ができるなら一石二鳥という判断になったの。もちろんスピカの活動は優先させてもらうつもりだけど、君たちが生半可な気持ちじゃないことも十分に理解してるわ。やるからにはバッチリ。
力にならせてもらうから。ああ、よろしく頼むぜ。いい気合じゃねえか。ま、意外と戦力になってくれそうかな。改めてよろしくです、リオン先輩。話がまとまったところで、今日の活動を始めましょうか。ええ、リオンさんも席について。ホロスを起動するわ。サーチ完了。森宮市内計5カ所に異界化の発生を予測。5カ所も？これが全部異界化の発生する場所なの？いいえ、あくまで予測よ。でも確かにこの数は多いわね。ってもしかして僕のアドオンのせいじゃないよね？余計な情報を拾って精度が上がってるとか。いえ、あくまでこれが森宮市の現状なんでしょう。範囲を考えるとやはり手分けした方が良さそうね。気になるのは商店街の反応。柳スポーツ周辺か。それにこっちは蓬莱町の。おそらく高羽組の事務所周辺だな。それってその界隈で何か起きたら少々面倒なことになりそうですね。だったらその2つは俺が調べに行くっす。柳スポーツはバイト先だし、あのヤクザとも一応面識あるしな。それなら俺も同行するぜ。下宿先の近所と知人の職場、どっちも確認しておきたいところだ。うん、なんだか思ったよりも本格的じゃない。それじゃあ半分けしたらレッツゴーね。
ちっ、やっぱりか。ぼやくらいみてえだが。な、何が起きてやがる。これで全部だな。とっとと離れろ。いいか、誰も近づけさせるな。後藤さん。高畑、坊主たちも一緒か。大丈夫っすか。一体何があった。突然火元のない場所からボヤが上がり始めた。消火器ですら消せないボヤがな。なんだと。まさか。これって例のあれだよね。ち、やっぱりか。なるほどな。どうやらそこに何かが見えてるらしいな。後藤さん、あんたどうやら裏の事情はある程度知ってるみたいっすね。お前らと違って見えるわけじゃねえが。話は後だ。ここは俺たちに任せてくれ。この不審火、なんとか食い止めてみせる。わかった。よろしく頼む。坊主、お前らも気をつけろ。ええ。消えた。若頭、こりゃ。おら、手分けして周りの住民を避難させろ。この場所はやたらと蒸し暑いっすね。ここ、うん、汗が吹き出してきやがる。チッピーサイクロン、行くぜ。ほらった。ほらった。ほらった。おっと、お宝みたいな。せいや、吹き飛べ。よっ、それ、お宝ゲット。よし、みなぎってきた。吹き飛べ。よっ、それ。転がる大岩。よっ、こんなのまともに受けたら。やれやれ、さすがに食らうわけにはいかねえな。
一目、バルキリークライド。お、宝箱だ。やっ、やっ、お宝ゲット。吹き飛べ、はっ、やっ、よっ、それ、やっ、はっ、けっ、えい、やっ、そい、けっ、それ、やっ、はっ、えい、はっ、シューティーサイクロン、やっ、するぜ。うん、くらいやがれ。爆弾ブレイカー、イグニスブレイク。おお、さすが潮先輩。うん、いいものを手に入れたな。イグニスブレイク。うん、うん、ふっ、熱くなりやがれ。うん、イグニスブレイク。宝箱みてえだな。うん、うん、ふっ、ふっ、そこだ。あっ、あっ、あっ、せっ、くらいやがれ。グニスブレイク。フッフッ、ブラストエッジ、くらいやがれ。フッフッ、ブラストエッジ、燃えろ、クロスドライブ、バルキリークライド。爆弾ブレイカー。任せたよ。うん、ここは一気に駆け抜けないと。グラストエッジ、上出来だぜ。
キリーグライド。よっ、行くぜ。バグナブレイカー。ふん、焼き尽くせ。イグニスブレイク。ここだ。一気に行く。畳みかけるぜ。おクリムゾンレイド。交代するぜ。ここだ。おー、任せた。畳みかけるよ。それ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 、エクステンドギア。うん、ドキャー、せーの、クロスドライブ。交代するぜ。うん、あっ、なんだ、いきなり火が消えた。なんとか止まったか。さっきの小僧ども。うまくいったようだな。警察と消防が来る前に後片付けを済ませる。ボゲットすんな、動き上がれ。世話になったな。おかげで事務所も大して焼けずに済んだ。大したことはしてねえさ。ブレイズの落とし前、これでまあ十分だろう。坊主たちも礼を言おう。この借りはいずれ返させてもらうつもりだ。そいつはどうも。この人ヤクザなんだよね。どうした時坂。いや、なんでもないっす。知り合いがいた気がしたが、気のせいだったみたいだな。
お、トキサか。ここで会うのは久しぶりだな。マスター、いつもの。カクテルは絶品だし、つまみも気が利いてるからな。しかし、相変わらず遅くまでバイトをしててもいいのか？部活もやってるんだろ？そうか、ま、無理はしない程度にな。って、俺も人のことは言えないか。学生時代は時坂に劣らずバイトばっかりしてたからな。確かに半分は学費のためだったが、もう半分はあいつとのデート資金に消えてたな。バレたか。遠距離恋愛中にはなるが、ま、付き合いは結構長いぞ。別に隠してるわけじゃないが、時坂こそどうなんだ。最近ヒイラギと仲がいいみたいだが。幼なじみの倉敷や一年の生島、生徒会長とも親しいみたいだし。おっと、最近じゃあの久我山なんかとも。ソースは秘密だ。マスター、お勘定。それじゃあな。ま、何にせよ青春ってのは短いもんだ。限りある今を悔いなく大切にするといい。また明日な。